デンステジョまたは、タステ女1698年9月13日は、江戸時代の女流歌人、廃人、定門派の女流六歌船の一人。氏名は、タステテ、女は、名の一部ではなく、女流歌人の名に添える設備時である。法名は、定比まで、定官にとも呼ぶ。歌川国定、古今名府伝、柏原のステジョ、デンステジョは1634年。 丹波国表情軍柏原藩に、柏原藩の庄屋で、大官も務めた、滝、重の娘として誕生した。六歳の時、雪の朝にの朝にの字の下駄の後という、俳句を詠んだという。ただし、この句は、友のよもぎ系、俗近世紀人伝藩以降の文献にしか見られず、ステジョの低門派の工夫とも合致しないため、幼少時のステジョ作とは考えにくいとする説もある。後に、 北村起源に指示。1674年夫が死去、1681年落職して、妙通ると号した。この頃にはすでに定門女流六河川の一人として、著名であった。その後子供らの独立を見届けた後、京都で徘徊、仏道などの修行を重ねた後、1688年、張馬国の天徳山龍門寺の傍らに、不当案という世を構え、 生暇と解明。その地で、更新の指導に当たった。1698年8月10日、65歳で死去。龍門寺に葬られ、現在も、捨て所の墓がある。JR 柏原駅前とタステ女記念館横に、石像がある。1997年、丹波市立柏原歴史民族資料館に、タステ女記念館が増設された。 ステジの名を冠した俳句のイベントが定期的に開催されるなど、地元での認知度は高い。子孫に、財界人、伝定基地、水密院顧問官や閣僚を歴任した、男爵伝、健二郎、参議院議員伝秀らがいる。ありがとうございます。